海老川の上の方で散った桜の花びらが溜まってます。おはようございます。はい、これから歯医者さんです。今日お休みなんで朝からゆっくりしてます。マックも持ってきたんでね、終わってから少しどうやってみようかなと思います。映るかな。この後ろに鳩も一緒に映ってます。おはようでは行ってきます。おはよう。逃げちゃった。逃げないね。じゃあね。お、他のも来た。餌もらえると思ってんのかな。寄ってきたよ。ごめん、何も持ってないんだ。じゃあね。葉っぱが全部出てきちゃいましたね。はい、こっちは八重桜です。可愛いですよね、花がね。今八重桜が満開です。やっと郵便ポスト見つけました。10時ごろ来る。お願いします。じゃあ歯医者さん急ぎましょう。ここ通れんのかな。ポスト行ったら狭い方に入り込んじゃった。今3分前。結構早めに出てきたんだけど、いろいろ動画撮ってたりしたら遅くなっちゃいました。でも遅刻はしないよ。歯医者さん終わりました。結構歯磨き褒められちゃった。偉いでしょ。まだでも治療は結構続くようです。あ、駅の方行ってみましょう。歯医者さんで30分飲食禁止だってことだったんで、行くカメラとかお散歩してきました。いや、欲しいものいっぱいあるな。欲しいものあってキリがないですけれども、とお茶でも飲もうと思います。30分の飲食禁止時間はクリアできました。じゃあお茶飲みましょう。じゃあスタバでちょっとお茶しようと思います。うん、まだ空いてるね。よかった。はい、今日もマカロンもらいに来ました。ビール飲みあった。ビールのお得ドリンク。ここお蕎麦じゃなかった。あ、そっか、お蕎麦か。原始焼き炙りに豚と茄子のピリ辛冷やしそばが美味しそう。おお、うなぎも高い。じゃあ生ビール。ではお昼からいただきます。へへへへへ。はい。
はい、天丼とお蕎麦のセットです。お蕎麦はなんと2段重ねです。はい、こっちは鴨南蛮、なんだっけ、柿南蛮。お蕎麦が2段です。いただきましょう。はい、美味しくいただきました。中からずっと気になってたのがこっちのラムちゃん、食べ飲み放題3980円。今度来よう、ラムちゃん。なんか全部のテーブルにハイボールのサーバーがついてるんだって。すごいね。今日もピーターパンです。外で待ってるタイプの人です。はい、はい、ミミちゃん。うん、そうだね。もう葉っぱになっちゃった。